はい、どうもカゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日水曜日ということで、お知らせの更新ですね、来ているようです。はい、早速ですが見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずドリームコレクションということで、以前からね予定の方は出ておりましたけども、タイガーボランですね、シュバイルタイガーボランが、こちらねやってきました。はい、詳細見ていきます。まずは、開催期間ですね、7月14日水曜日、本日ですね、16時から21日水曜日、1週間ですね、15時59分までということで、はい、なかなか強そうな気はしてますが、チーム好きは、海外全パラ 20% ということですが、特技が渾身の一撃があります。はい、で、メイン必殺技が雷獣パスですね。サブ必殺技にバーストドリブル、ハイパーブロック、これが S 技で、あと A の会長パスカットですね、がありますと。はい。まあ、来週パスに関しては、ヒューガくんの、なんだっけ、高難易度シナリオでしたっけね。まあ、あれも来週パスだったと思うんで、クリアしていればね、スキップチケットで、取れるんじゃないかなと思います。はい。で、ポジションがね、トリプルポジションっていうんですかね。オフェンシブミッドフィルバー、ミッドフィルダー、ディフェンシブミッドフィルダー、ディフェンダーということで、まあ、幅広くね、使えるような、ポジションになっておりますのでね、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、どちらかというと、オフェンス値の方がね、高いので、オフェンシブミッドフィルダーとしての起用になるのかなとは思っております。はい。で、絆が3パーですね。即属性、の海外選手3人以上いると 3% です。あと、パラメータ団体性が 4.5%、ね。で、さらに、カルツのパラメータを 5% 上げてくれたり、ヒューガに対してパラメータが 20% 上がったりと。はい。あと、ホットライン付与ということで、味方のシュナイダーは、タイガーボランからのパスを切ると、次のコマンド選択時にパラメータがプラス 7% ということで、シュナイダーとカルツいるとね、非常に強力じゃないかなと思います。はい。後でね、引いていきたいと思います。まあ、カルツが今回の取れてないんでね、ちょっとしんどいんですけども、はい、ということです。で、ピックアップとしては、ヒューガくんと、ゴンザレスさん、あとは、ボバング、ということでね、はい、こちらがピックアップになってます。まあ、4選手ピックアップなので、まあ、なかなか、タイガーボランをね、狙っていくといっても、SSR 5% ですが、タイガーボラン自体は 0.42% ということで、ちょっとね、しんどいガチャになるんじゃないかなと思っております。はい。ちょっとね、どこまでやろうかっていうところはありますけども、あまりこう、深追いをせずにやっていかないとね、後で辛い思いをしそうなので。はい。じゃあ戻りますね。はい、続いて、夢玉交換所、更新が来ております。こちら、またね、見ていきますが、毎度のことで、おそらく、タイガーボランの必殺技になるんじゃないかなと思っております。はい。次です。アップデート情報が来ております。はい、アップデートは16日水、金曜日の14時から18時。今回、あらかじめ長めに撮ってますね。はい。4時間。うん。まあ、先週もね、2時間予定が結局4時間だったんで、まあ、最初から多めに見といた方が、まあ、ユーザーさんもね、ある程度覚悟できるんでいいじゃないかなと思いますけども、はい。アップデート内容としましては、試合機能の改善ということで、チームに編成できる控え選手を5名から7名に変更と。あとは試合中に交代できる選手を3名から5名に変更になります。はい。アップデート後、メインデッキにエアリティ N の選手が2名追加されます。あ、要は最初はね、はい、手動で変えてくださいってことですね。はい。で、続いて、試合レギュレーションの設定が追加されますということで、以下のメニューに潜在スキル無効、すべて無効、絆のみ無効の設定を追加。おお、いいですね。フレンドリーマッチ、グループマッチ、トレーニングマッチ。はい。これいいですね。潜在すべて無効と絆のみ無効ができるということで、今回のね、オンラインのカップ戦みたいに、まあ練習もね、できると思いますんで、これ非常にいいと思いますね。面白いです。はい。続いて、その他の改善ということで、
オンライン対戦のハーフタイムインターバル中、相手選手の詳細情報を確認できるなら、おお、これもいいですね。これもあれかな、カップ戦とかでも見れるんですかね。そうすると相手のいろいろね、技構成とか見れるのかな。はい。で、連盟対抗戦の専用チームにおいて、連盟効果の返答が集計時間に反映されるようになります。なるほど。連盟対抗戦用チーム。連盟効果の変動が集計時間に反映。あ、連盟効果か。なるほどね。はい。あとは、不具合の修正があります。ということで、まあ、今回はだいぶ、ね、面白いかなと思います。まあ、事前に控え選手であったり、交代選手の枠が広がるっていうのは、16日っていうのはね、出てましたけども、はい。これやっとね、実装されると。あとは、レギュレーションのところがだいぶ、まあ、ユーザーさんのね、多分、こう、声に、反応していただいたのかなという感じはしますけども、はい。なかなか、こう、面白いと思いますね。はい。続いて、森崎くんの情報が出てますね。森崎雄三ステップアップガチャ。どうなんすかね。優勝で森崎くんを取るぐらいの性能なのかどうかですよね。まあ、期間としては16日金曜日18時から、あ、そっか、18時ですね。メンテナンス庫ですね。23日金曜日15時59分までとなっております。はい。まあ、詳細まだ出てないんでね、お楽しみにということでしょうか。ラドゥンガ。あれ、このラドゥンガって、前のラドゥンガの絵に見えるけど、違うのか。はい。サッカーブラジル代表ガチャということで、ブラジル代表ガチャだけども、ラドゥンガさんしか出てないんですね。おう。で、ガチャを回してメダル獲得、集めて選手と交換。ああ、じゃああれか、他のレジェンドの、ガチャとか、まあ、J リーグガチャとかと同じような感じで、メダルで多分40枚とかで1個なのか、40じゃないっちゃね。はい。まあ、天井がついてるような感じだからね、手に入れやすいんだと思いますが、こちらも金曜日ですね、18時から8月6日金曜日13時59分まで、ちょっと開催期間長いですね。3週間。はい。で、ステップアップで、ステップ4で、一枠 SSR 選手確定。最終ステップを回すと、ステップ1に戻ります。ループするんですね。はい。なんで、ブラジルは、割とこう、手に入れやすいんじゃないかなとは思いますね。はい。続いて、リリース1500日記念キャンペーンというのがありますよ、ということで、これなんだ?イベントポイントを集める。ランイベ?ってこと?ですかね。夢の続き、友達と歩むフィールドということで、タイガーボランのタックルと、曽我くん、じゃない、井川くんのドリブル、あとは金フォメですね。4231。はい。こういったところがもらえるっぽいです。これが金曜日の18時から1週間ですね。23時金曜日13時59分までということです。はい。続いて、リリース1500日記念ログインボーナスということで、夢玉などの豪華な報酬がもらえます。こちらも16日金曜日18時から7月25日、まあ、約1週間ですね。日曜日15時59分までとなっております。はい。同じく1500日記念、今度はイベントミッションということで、ミッションをクリアして豪華報酬をゲット。これも16日金曜日18時から1週間、23日金曜日15時59分までとなっております。はい。またね、いろいろありますね。はい。ん?あ、ドリームマッチ。はい。戦えドリームマッチ、強敵に挑み、豪華報酬を獲得しようということで、これまた4試合かなんかやればいいのかな。はい。でね、夢玉がまたもらえたり、技剥がし券がもらえたりということですね。はい。こちらも16日金曜日18時から8月6日金曜日13時59分までとなっております。はい。続いて、一部選手の調整について。これも金曜日の、はい。
メンテナンス明けから対象選手ビクトリーノ、ゲーテ、マーガス、サンターナ、ナトレーザ、ラドゥンガ、選手調整の反映をしますよと。これはどの辺なんだ。すみません、ちょっと詳細がこれだけ見ると分かってないんですけども、はい、またディスコードとかでも出ますかね、これはね、うん、と思います。はい、以上ですね。新しいお知らせは以上となります。ガンガン行くぜ。はい、ということでトリコロのお知らせですね。欲しいですね。はい、はい、じゃあ、ショップ見ていきます。はい、夢玉交換場の必殺技、ピンポイントパス、会長パス、会長パスコットここにあるんだ。へえ、あと雷獣シュートもあるんだ。 ピンポイントパスはなんでだろう。だって雷獣パスありますよね。ダブルで持って封印向こうに、封印に備えろってことかな。クライフォート、なんと、でもこれ古いっていうか毎年かな。スタインは素早いパスカット、ソニックパス、うん、でブライアンが素早いパスカット、クライフターン、ソニックパスで、低空スパイラルジャンピングボレーはこれブライアンか。なるほど。まあ、ドリコネのタイミングなんで、クライフォート出たらこれ、ね、もう一回、再販してるって感じですかね。いやー、クライフォートのね、スタインのタックルがないから、サポートが発動するときにどうしてもスタインがね、先にマッチするんで、タックル欲しいんだけど、それはないんだな。はい。ということですね。はい。じゃあガチャね、ちょっと見てみましょう。はい、ドリコレです。まあ、特にね、3回に1回、30回、30連引いて10連無料とかはないので、リアルにね、引いていくしかないですけども、はい、後でやっていきたいと思います。はい、それぐらいですね。はい、ということで、じゃあお知らせに関しては今回以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。